はい、ユッキーです。今日はですね、喫煙動画。はい、クールのね、1ミリのエースボックスってやつですね。エース、まあ、いわゆる1ミリということですね。はい。こちらをですね、買ってきました。値段がこれいくらだったっけな。460円ぐらいだった気しますけどね。タールが1ミリ、ニコチンが 0.1 ミリのタバコです。うん。じゃあ行きましょう。あ、450円ですね。割と安いですね。450円でも安いと思えるこの感覚は怖い。まあ、ちょっとね、1ミリなんで、強く吸ったりすると、つい強く吸ったりして、するとね、結構メンソールがきついんですよ。で、鼻にね、来るんですよ。うん。ですけど、まあ、ゆっくり吸う分には、まあ、特に、うん。メンソール感も、うん、普通ですね。生産国がアメリカとなっております。名前も存在もまさに切り札。クールエース。うん。まあ、軽いっすね。で、味としては、まあ、こんなもんでしょうという味ですね。いわゆる普通のタバコの味ですね。別にまずくはないんですけど、まあ普通ですね。うん。まあ普通、特に言うことはないですね、これ。強いて言えば、コンビニでこれを買ったときにですね、なんと、クールは、ここの、1っていう文字だけが、まあ、パッケージ変わってね、これ1って書いてあるんですけど、これが、色とかも一切変わらずに、このまんまで、他の、まあ、例えば、8だったりとか、12だったりとか、ここの12っていう文字だけが変わってるんですよ。だから、実にわかりづらい。コンビニでこうやってザラーって並んでると、どれだかわからへんねん。で、どれですかって、どれですかって言われても、いや、俺、そもそも目、ドキンガンなんで、ドキンガンっていうか、近眼なんで、近視なんで、全然わからへん。番号で言ってくださいって言ってもね、ぶっちゃけ番号が見えない。まあ、番号は見えるんやけど、この番号なんて絶対わからんからね、こんなのね、こんなちっちゃいの文字。わかるかっつう話。うん。俺確か、視力 0.1、多分ね、両目で 0.2 か3なんですよ。つまり片目だと 0.1 ぐらいです。うん、間違いない。でね、これね、結局パッケージ変わったんですよ。前はね、こんなんじゃなかったのにね、緑色に完全に統一されてね、もうパッケージ何も変わんないっすよ、これ。あ、
前はこれ白かったんですよね。すっげえ真っ白なあのパッケージだったんだけど。で、徐々に濃くなるにつれ、タール値が上がるにつれ、ちょっとずつ濃くなっていくタイプだったんです。実に悪くなったね、これ。何を考えたのか、これ。制作者は何を考えて作ったのか、わかりません。しかも前のパッケージの方がかっこよかったしね。大体。あ、普通っすね。前はもっとうまかった気するんやけどな。クール自体。クールのね、あの12ミリ。はもっとコクがあったはずやねんけど。まあ、これ1ミリなんで。まあ、あれなんですけど。で、まあ、ほとんどわかんないですけど、北海道産のミントを使っているらしい。という希少なね、北海道産ミントを使用しているらしいんですけど、あ、全くわかりません。わかるわけないな。せめてミントを食うんだったらわかるけどさ、ミントをタバコにさ、配合したってさ、ぶっちゃけた話わかるわけねえんだよ。せめてさ、食べ物だったらさ、まあ味だわかるとかさ、あれ味とかだったらさ、割とわかるけどさ、こんな香りとかさ、ねえ、こんなわかるかっつう話。同じミントだろ。で、わざわざ希少なのを使ってさ、結局さ、値上げしてるようなもんだよね。なんかそれを歌ってなんか値上げしてるようなもんだよね。これは三つ星でしょ。特にうまくもねえし、まずくはねえけど。あ、うまくもねえっつう話。ご視聴ありがとうございました。